こんにちは。青森県八戸市の浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では、青森県八戸市の浮気調査ができる探偵事務所の選び方についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、ポイントはこの3つです。1つは料金が明瞭であること、2つ目が対応が親切であること、3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。 一つずつ説明をしていきます。まず料金が明瞭ということですが、今探偵事務所では主に3つのプランで料金を設定していることが多いです。一つが時間料金型。これは調査の期間が数時間とか数日間で終わる。つまり調査対象者である配偶者の行動パターンが分かっているという方におすすめです。二つ目がパック型。これは調査の期間が長期間に及ぶという方におすすめです。 配偶者の行動パターンがいまいちよくわからないという方におすすめです。最後が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切な探偵事務所というのは、こちらの話をよく聞いてくれて、情報をたくさん得ようとする、そういったところになります。自宅に近いエリアにある探偵事務所ということですが、自宅から遠い探偵事務所を選んでしまうと、いろんな費用がかさむことがあります。 よくあるトラブルについてお話をします。料金が明瞭にされていないと追加料金が次々とかかります。例えば、証拠写真代いくらというふうにかかってきます。成功報酬型。これは、もし浮気の証拠の写真を撮れない場合には、報酬をいただきません。というようなことを謳っているものですが、これ一見いいように思えるんですけれども、探偵事務所も、 やっぱりボランティアでやっているわけではありませんので、何らかの対価を請求してきます。多くは基本料金を設定していますが、中には浮気をしていないのが証拠です。つまりあなたの配偶者は浮気をしていないということがわかりました。これは成功と言えるので成功報酬をくださいというふうな言い方をしてくるところがあるので注意が必要です。結局配偶者は浮気をしていたというケースもあります。 話を受け流す探偵事務所というのは、いい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をしてあげく、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所は、土地勘がありませんし、また、交通費や宿泊費などの費用がかかります。結果として、調査費用が高額になってしまったという人もいます。もっと詳しく知りたい方は、 より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。